溶血、溶血、溶血、ハマラススとは赤血球が破壊される現象のこと。溶血とは赤血球の細胞膜が物理的、または科学的、生物学的など様々な要因によって損傷を受け、原型質が細胞外に漏出して赤血球が死に至る現象である。血液には白血球やリンパ球など 赤血球以外の血球成分も含まれているが、溶血は赤血球についてのみを対象とした用語であり、赤血球以外の細胞の崩壊について、溶血という語を用いることない。溶血を起こした赤血球は、あたかも溶けてしまったように細胞としての形や大きさを失って崩壊し、漏出したヘモグロビンによって、細胞外の溶液、結晶などが赤く着色する。 溶血前の正常な血液や赤血球を生理食塩水などに浮遊させた溶液、赤血球浮遊液は赤色不透明な懸濁液であるが溶血を起こすと赤色透明な溶液に変化する。溶血は赤血球の細胞膜破壊によって起きる現象である。これは物理的、科学的、生物的な様々な要因によって発生する。 物理的な要因としては、圧力や遠心力その他、各種の機械的なストレスが挙げられる。代表的なものとしては、採血時に注射器内が過剰に陰圧になることや、遠心分離の過程で過剰な遠心力にさらされること、赤血球液を乱暴に攪拌したり、泡立てることなどがある。また、浸透圧が低い溶液、低張液に赤血球を混ぜると、浸透圧の違いによって、 細胞外の水が半島膜である細胞膜を通過して細胞内に流れ込み続け最終的に赤血球が破裂することも代表的な溶血現象である正常な浸透圧脆弱性を有する赤血球では NACL 濃度0.5%の食塩水中で溶血を開始し0.35%で完全に溶血するこのか。 赤血球液の凍結誘拐なども溶血の原因になる。科学的な要因としては各種の溶媒や海面活性剤により細胞膜を構成する脂質が溶解、損傷することで溶血を起こす。メタノール、エタノールなどのアルコール類やアセトンほか各種の有機溶媒、石鹸などが挙げられる。一部の植物に含まれるサポニンなど海面活性作用を持つ。 生理活性成分には赤血球に対しては溶血性を示すため細胞毒性を示すものがと特に毒性の高いものには溶血毒と呼ばれるものもある。心筋感染症の治療に用いる薬剤、抗心筋薬には心筋の細胞膜を障害することで殺菌活性を発揮するものもあるがこれらはまた赤血球細胞膜をも障害して溶血を起こしうる。 生物学的な要因としては、抗体や補体によって起きる溶血が知られる。赤血球に対する抗体が結合することで、あるいは別の活性化機構によって、補体活性化のシグナル伝達が始まると、補体の核成分が順次活性化されていき、カスケード反応、最終的に細胞膜を貫通するチャンネル様のタンパク質、複合体が形成されて、細胞膜に穴が開き、 溶血を起こす。この他、病原性の細菌が産生する、タンパク質にも同様な機構で、溶血性を示すものがあり、これらは、溶血素、溶血素、ヘモリジンと総称される。医療上、輸血や血液検査などのために採血を行った時や、赤血球を利用した実験、ウイルスによる血液魚周反応の確認などを行う場合、溶血は、 しばしば望ましくない結果をもたらす。溶血が著しい血液は輸血に用いることができず、また検査や実験の結果に影響を与えて、その結果の信頼性を失わせ、実験や検査の失敗につながる。生体内において溶血が起きると、インビボ溶血、細胞の破壊によって赤血球が不足して貧血などの原因になることがある。詳細について、 溶血性貧血を参照のこと。一方、溶血は肉眼でも容易に観察が可能な現象であることから、生物学実験や検査医学の分野では古い時期から利用されてきた。上流水中で起きる溶血は、浸透圧と半透膜の性質を理解するためのモデルとして、しばしば教材等に利用されている。細胞膜に障害を与えるかどうかを指標とした。 細胞毒性の簡便なスクリーニングに利用することも可能である。また、可能連鎖球菌感染の指標となる、コーストレプトリジンオー試験、アンティストレイプターリセオー、ASO、アスロも、従前は溶血を指標とする検査法が一般的であった。このほか、細菌学の分野では、様々な細菌を鑑別同定子分類するために、溶血性の確認が利用されている。 次節を参照。細菌の中には、血液寒天培地上で培養すると、そのコロニーの周辺の培地に含まれる赤血球を溶血させるものがあることが知られている。肉眼での観察が可能であり、微生物学や細菌学の分野ではこれを特に、細菌の溶血と呼ぶ。この溶血はコロニーから一定の距離内の領域、溶血体、溶血管で起き、 例えば、声援系のコロニーを作る細菌の場合、コロニーを中心とした、同心炎上の溶血体が観察される。これは、これらの細菌が溶血素を産生し、それが、コロニーから周囲の観点倍地中に均一に拡散るためである。細菌によって、溶血を起こすものと起こさないもの、また溶血を起こすものでも溶血体の大きさや色調、透明度に違いが見られる。 これらの溶血性の違いは、アルファ、ベータ、ガンマ型として分類されている。これらの溶血性は、同一の培養条件下では、細菌の種類によって、ほぼ一定であるため、細菌学が始まった19世紀末頃から、細菌の鑑別動定及び分類に利用されてきた。特に連鎖球金属では、歴史的に主観の分類の指標として用いられ、アルファ溶血性のものを、 アルファ陽蓮筋、アルファ陽血性連鎖球菌、または緑錬菌、緑色連鎖球菌、ストレイプテコカスベラデンズ、ベータ陽血性のものをベータ陽蓮筋、または単に陽錬菌と対別した。この便宜的な分類群は臨床分野では未だに頻用されており、後の生物学的な分類体系にも反映されている。また、連鎖球菌族のうち、 ストレプトコッカスアガラクチアエ、S アックレイク T、B 群 β 溶血性連鎖球菌は、単独では α ないし α 型の不完全な溶血性を示すが、黄色ブドウ球菌の β 溶血素の共存化では、本菌の弱い β 溶血素の活性が増強されて、結果として強い β 溶血を示すようになる。この現象は、キャンプ試験と呼ばれ、本菌を同定する際の指標として利用されている。 同一の細菌であっても赤血球の種類、採血した動物種、うさぎ、羊、馬などヤバイチに添加される成分、特にグルコースなどの還元糖によって溶血性に違いが現れることがある。これはその溶血素の活性が pH や酸素の存在によって影響を受ける場合によく見られる。このため溶血性によって細菌を鑑別同定する場合には その細菌に応じた培養条件下で判定をする必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。